大手前大学、神戸また新日報の記者を経て、大日本帝国陸軍の情報将校として、中部軍報道部に勤務していた、藤井健造が、第二次世界大戦の終結間もない1946年、戦後の焼け野原に立ち、今後、戦争のない社会を作るための女子教育が、必要と発願、上層豊かな女子教育の精神のもと、大阪城大手前の地に敷地を得て、 学校法人大手前学園の前身となる大手前文化学院を設立。1951年の大手前女子短期大学、1966年の大手前女子大学文学部、後に人文化学部の開学を経て、2000年には社会文化学部を増設し、現行の大手前大学に改称するとともに男女教学となる。さらに二千七年には、 人文科学部、社会文化学部を開祖し、総合文化学部、現代社会学部、メディア、芸術学部となり、2016年の健康栄養学部設置で4学部体制となった。study for life 生涯にわたる人生のための学び。2006年の学園創立60周年を機に、上層豊かな女子教育という当初の見学の精神を踏まえつつ、 当初から標榜してきた study for life というスクールスローガンを高等教育機関として発展、進化していこうとする新たな見学の精神として定めた。教養教育、自己開発教育の重視、地域共同体への貢献、生涯学習の推進。四つの学部と大学院一研究科を設けている。西宮市内に桜宿川キャンパス。 伊丹市内に伊丹稲のキャンパス、大阪市内に大阪大手前キャンパスの3つのキャンパスと東京にサテライトキャンスを用し、本部は桜宿川キャンパスに置いている。教養教育、リベラルアーツに重点を置いているが、一般のリベラルアーツではなく、幅広い教養の上に形成される、専門性、メジャーを意味している。2007年の改装により、カリキュラムが一新され、 これまでの学部、学科の枠を超え、学生一人一人がそれぞれ自分だけのカリキュラムを作ることを可能にするユニット自由選択制をスターしたテレビ CM やポスターでは自分学科とも表現している。この制度は、産学部10の系統で科目ユニットが分類され、レベル100、トライアル科目からレベル400まで段階的に設置されている。 レベルが高くなるほど、より専門的な教育が行われる。これらのユニットを自由に組み合わせて学ぶことができると、共に学年、学期ごとに組み合わせを変更することも可能となっている。従来の学科や専攻ごとのカリキュラム編成ではなく、学生の授業選択の自由度が高いため、各自の目標に沿ったカリキュラムを組むことができる。また、認定心理士や建築士の受験資格や、 それぞれのテーマに沿った資格取得のための授業もある。なお、ユニット自由選択制は、学校法人お手前学園の登録商標、第509万5650号である。お手前フラワー。21世紀の開かれた大学に基づき、天に向かって限りなく開花していく花をモチーフにデザインされている。5枚の花びらはそれぞれ好奇心、知性、情熱、健康、 美を表す。大手前大学学園歌アルママータ、作詞、福井秀香、作曲、山本直澄大手前大学愛称歌春侍僧、作詞、福井優、作曲、羽田健太郎。スクールカラーは、ブルー。下記の通り二つのキャンパスを持つが、西宮キャンパスの新たな最寄り駅となる、JR 桜宿川駅の開業に伴い、 2007年4月1日付で、共に名称を変更した。旧名称は、西宮キャンパス。人文科学部が使用。2007年度入学生以降は2年次以降使用する。大阪から約15分、神戸から約10分の宿川に立地する。静かな住宅街の中に立地し、近くには、桜の名所、宿川公園があり、花見の時期には大変賑やかになる。 2007年9月、新時代の図書館、メディアライブラリーセルが完成した。その他、美術実習のための美芸員、世界的建築家の安藤忠雄が設計した、大手前アートセンター、私学研究所オープンリサーチセンターなどがある。阪急神戸線宿川駅、阪神本線高路駅、JR 神戸線桜宿川駅から、それぞれ徒歩7分。旧名称は、伊丹キャンパス。 社会文化学部が使用。なお、2007年度入学生以降は1年次のみ使用する。大阪から約15分、神戸から約25分の場所に立地する。近隣にショッピングセンター、つかしんがある。様々なメディアを入出力、編集できるメディアルームや最先端の情報機器を備えたマルチメディアセンター、約1500人収容可能な体育館などがある。 阪急板見線、稲野駅から徒歩1分。また、JR 宝塚線稲寺駅からも、徒歩5分。健康栄養学部の2年次以降で使用。大阪市高速電気軌道、京阪電気鉄道天間橋駅から徒歩2から5分。主に通信教育部で使用。東京メトロ、末広町駅から徒歩2分。また、JR、東京メトロ、つくばエクスプレス。 秋葉原駅から徒歩7分。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。